皆様こんにちは、相葉ひろきです。日本初演版アナスタシアに、ディミトリとして出演することが決まって本当に光栄に思いますね。クリエイティブスタッフの皆さんが本当にこう情熱的で、作品に対する愛が本当に深くて、でオーディションなんですけれど、本当にこうなんだろう、しっかりと時間をかけてこの良さを引き出してくれる感じというのが、とてもこう愛情がすごく深い皆さんなんだなっていうのを感じて、ますますこのアナスタシアっていう作品に自分自身もますます関わりたいなっていう気持ちが強くなりました。オーディション自体も時間をかけてやっていただきましたし、自分自身もどんどんこうアナスタシアに対する思いというのがどんどん強くなっていった中での、合格発表でしたので、本当に嬉しいという言葉だけでは片付けられないような、何とも言えないこう嬉しいんですけれども、さらにプレッシャーもありますし、その、ディミトリに選んでいただいた以上、最高のパフォーマンスを自分自身も出せるようにやっていかないといけないなっていう思いで、すごく身が引き締まりました。ディミトリ役の相葉弘樹です。日本初演版アナスタシア、丁寧に役に向き合い、真摯に熱を伝えていきたいと思いますので、ぜひ劇場にお越しください。よろしくお願いします。